どっとこ鍋太郎、始まり始まり。こんにちは。こんにちは。ちょっとこの辺りお散歩してて。あ、どうぞ。お邪魔します。なかなかその時期は忙しいんですよ。タオルがあって、お茶摘みがあって。お茶摘みも終わりました？あ、終わりました。昔にお釜で行って、はい。で、手もみでもんで。あ、干したりするんですか、お茶は。お茶あれ、あの干し器を。あ、ええー、ほんとだぁ。95歳の人？あ、信子さん？信子さん。この人はもうさっさっさっさと着くんでね。はい。うちらの3杯も4杯も取りますよ。へぇ、これ、お茶の木はどこにあるんですか？ お茶の木は、畑の縁とか、それから、木の間でもあるけど。あ、鯉もいる。鯉も。水になってますよ。これ終わりや。もうほら、山からの水をもう夜からになるでしょ、うん、岩戸的にというか、時々に見に行かないかんてね。あ、そうでね、確かに。だからもうこれが終わったらもう終わり。こんなほら、畑の時なんかに。あ、ほんとだ。畑はものほら、植えないかんから、畑の道とか、はいはいはい、岸とか。へぇ、ね、おばあちゃんらは一生懸命取り寄ったろうけどね。はい。それはね、昔ね、はい、エビナイで、太鼓さんを買い寄ったの。あ、へぇ、そうなんだ。これが一番いいよね。へぇ、すいません、なんかしてる時にお邪魔しました。ありがとうございます。また。また、ゆっくりしてください。はい、ありがとうございます。何かご馳走してもらってください。見てくれてありがとう。また見よってよ。